ジョナサン・ワイルドジョナサン・ワイルドは、18世紀初頭に活躍したイギリスの犯罪者。泥棒の元締めにして、盗品小売屋であり、組織犯罪の先駆けとも言うべき存在である。当初は、スリだったが、購入した保安官助手の役職を利用し、自ら盗んだ盗品を、第三者を装い被害者に謝礼と引き換えに返していた。そして、この仕事をロンドンに拡大して、 当品小林屋を作った。ワイルドは、ロンドン中の泥棒を恐喝して、自分の言い値で当品を買い取り、これを本来の持ち主に謝礼と引き換えで返した。これは、当時のイギリスに警察制度がなく、治安判事も名誉職に過ぎないという問題に目をつけたものだった。しかし、議会が新たに金銭と引き換えに、当品の情報を提供することを禁止する。 特別法を制定したため、ワイルドは捕らえられて、ロンドンのタイバーンで、公主刑に処された。1743年に弁護士、判事で作家のヘンリー・フィールディングが、長編小説の形で、ジョナサン・ワイルド伝を出し構成に、名が残った。コナンドイル著、シャーロック・ホームズシリーズ、恐怖の谷に言及がある。ありがとうございます。